キエフ大学は、ウクライナ・キエフに本部を置くウクライナの国立大学である。1834年に設置された。タラス・シェフチェンコを記念して、彼の名を冠していることから、タラス・シェフチェンコ大学とも呼ばれる。1834年に創設された14学部の大学で、キャンパスは、ウクライナの首都キエフに所在する。1911年のキエフ大学・キエフ大学の前身は、 1632年、ウクライナコサックの前世時代に設立されたキエフ、モヒラアカデミーに遡る。キエフ大学、設立時の名称は、定律セウラジーミル大学は1834年に62人の学生と共に始まった。学部は哲学部だけで、歴史、文献学科と、物理、数学科があった。 1835年と1847年に法学部、医学部が新たに加わり、その後に哲学部は歴史、文献学部と自然科学部に分かれた。1920年代まで新しい学部は加わっていない。1917年に始まったウクライナソビエト戦争では多くの在学生がウクライナに侵略してきたボリシェビキ軍と戦って命を落とした。 特に、1918年1月29日に発生したクルーティ駅の戦いにおける学生部隊の悲劇は、現在でも追悼行事が行われている。1939年により、キエフ大学はウクライナで最も偉大とされる芸術家、詩人タラスシェフチェンコの名を冠している。1991年のウクライナの独立後は、同国を代表する高等教育機関としての 役割を担っている。学生数は約2万人。多くの世界の大学、研究所と関係を持つ。現在は14学部が設置されている。ありがとうございます。